に部屋だといつも全裸だから。大丈夫です。おはようございます、ボッチャ。下着は服じゃない。しまいました。絶対わざとでしょう。出しました、ボッチャ。じゃじゃーん、死角にいたよ。まあびっくりした。はい、驚きました。目も鼻もなくて、毛が耳まで裂けてて、怖いでしょ。話しててゾッとしてるんだけど。怖いですね。ただ話し手が怖がっていると。大雨で大好きだ。あ、やっと見つけた、怖い絵。それですか。え、あ、これじゃない。怖いです。じゃあって、こんなに怖がってるのに君はドキドキしないの。ドキドキしてます。胸に耳を当てて聞いてみてください。ねえ、よく。本当にドキドキしているのですよ。坊ちゃんと一緒にいますから。いつもよりさらに可愛く見える。でも見れば見るほど怖すぎる。気をつけて。こんなところで何をなさっているのですか、坊ちゃん。できた。閉めてとおっしゃったので、さんは怒るとどうなるのです。怒鳴ったりしないけど、ちゃんと反省するまで絶対に許してくれない。どうなるかと思ったよ。というか、兄見つからないところとなる。この中ですかね。うん、ロマンがあっていいね。手真面目にやって。植木鉢の件で話したいことがあります。あ、で、結局僕のベッドの下なのか。まともな隠れ場所というか、普通というか。え、そんなわけ。え、ちゃんは早く大人になりたいと思いますか。うん、まあまあ思うよ。おさ、お取り込み中失礼いたします。うわー！